なんじゃこりゃいい天気。また暖かくなるんかな。冬になると思わせてはまた暖かいっていうのを繰り返しながら、まあそれでも確実に寒くはなってますよね。お、月が綺麗ですね。はい、頑張って餅つきします。イエーイ。はい、米ぬか抜いてます。いや最近なんか精米に来る人が多いんでね、せっせと抜かんとまた爆発すると大変ですからね。はい、最近米ぬかが高くてね、1キロ4円ですわ。いい値段で売れてます。はい、年末あるある。ちょっと体調の悪いスタッフが出て、急遽社長が投入されます。例の流行り病じゃないんですけどね、普通に風邪みたいけど、この時期の気温の差でどうしてもこういうことがたびたび起きます。まあそういう時のための社長でございますから頑張っていきます。イエーイ。追いついたな。そんな全開じゃないんやな。こっちは
やって誰が来たと思ってるの誰が来たの4分って聞いとるから今日が置いていたんだいや、こねるのがそんな全開じゃないから大丈夫やねって言ってますまあ、そっち丸もちき全開にしたら頑張れあんまり頑張れ止まってみるよ。いやもうそういうの遅いねんか回転。これ以上上げるとダイクです。ちょっと。手がけと。別に俺らはいくらでも上げられる。お前ら頑張ろう。ブラックでよ。お餅は白いけど、お餅は白いけど、会社はブラック。うん、邪魔やろ カメラ粉だらけ よいしょ投入イエーイ、はい、ようやくスタッフも揃ったのでちょっとこね方を教えますね。これをこうやって新しい面を出すようにしてこねてます。こうやってね。で最後お汁をシューマイを握るみたいにしてこう閉じてあげます。でこれが型に入れてひっくり返って、まあ型に入れない場合はこう持ってひっくり返して
板の上で綺麗に丸くなるのを待ってくれれば綺麗な鏡になりますね。ちょっと皆さんお試しください。イエーイ。なんか幼稚園、保育園の子供たちがたくさん買い物に来て、いらっしゃいませ、ようこそ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、たくさん来たけど、みんな何しに来たのかな。お餅買いに来たの。お餅はそっちだよ。お餅食べたい。お餅食べたい。はい、子供たちがお餅を買ってます。お餅の買い方わかるかな。はい、そしたら林さんからおまけ。はい、はい、おかまらぶ。おまけ。ありがとうございます。おまけ、これはどうやって食べるかみんな先生と相談してね。はい、はい、おまけ。ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあ、あのみんなでお餅を食べてください。はい、イエーイ。はい、よかったよかった。かわいい園児たちが来てお鏡を買っていきました。買い物ごっこっていうか体験なのか学習なのかね。うん、かわいいお客さんでした。よかった。イエーイ。なんかあったかいし大丈夫。いやでも今週雪マークいっぱいついてんだよね。いきなり来るのかな。ということで KL41 グレータスローダースタンバイ OK でございますが、これだけじゃハウスは守れないので、ストーブ用意しました。燃料満タン1個目。はい、2個目、燃料満タン。はい、3個目、燃料満タンです。ね、これであとは点火を待つだけとなっておりますわ。これでここ2年は大丈夫でしたからね。1年目はストーブ1個しかなくて、昨年3個目追加しました。2個と3個とね。これ新しいやつ。しまいには4つ5つってなるのかな。そこまでなくても大丈夫だと思いますけどね。あまり大雪でならないことを祈ってますね。いろいろ入ってます。イエーイ。はい、貢ぎ物届きました。お酒、なんて酒かな。締め張り鶴、高級品じゃわ。締め張り鶴大吟醸、すごいのが来たぞ。あ、はい、ズドン、ありがとうございます。美味しく飲みます。イエーイ。はーい、午後はピンク色です。頑張ってます。イエーイ。
な手を振る余裕もなし。はい、今日は18時前に餅つきが終了しましたね。この小さいおかがみすごい手間かかるんだけどね、意外と時間はかからないんですよね。ただ集中して一気に人海作戦でやるのでね、今日朝ちょっと大変なことになって、社長が出動しました。まあ、たまにね、あの社長も出て、現場を見ないと、いろんなことがね起きてたりするのでね、まあ楽しいってこともあるけど大事なことかなと思って、まあ、出動しています。はい、でこれオゾン発生器タイマーで今動き始めました。ブーンと言ってますね。青い光がオゾン発生器の色が見えますけどね、これでだいぶ除菌されてるんじゃないかなと思っています。さあ明日はこの小さいお餅の袋詰めなんですけどね、これが、めっちゃ頑張っている丸餅切り機の心臓部でございますね。昔これがね取れなかったんだよね、簡単に。今新型になってあの簡単に分解できて掃除が簡単になったので楽になりました。じゃあ明日も頑張って働いてください。イエーイ。